今日は岐阜県の海津市にある津屋川自然の里の彼岸花を見に来ました。いやすごい人だね。じゃあちょっと行ってみますか。おお、なるほど、この水面に映る花をみんな見に来てんだね。あっちも綺麗だな。でもこっち行こうか。さあ、やっぱ三脚は良かった。三脚ダメみたいだ。まあ、一応あれだね、マナーを守って。こっちもすごいぞ。うわすげえ、なかなか圧巻だね。ほんとここ普通に道路に車通るんだね。うん、これがつぼみなんだね。自転車で来てもいいかもな。あ、でももうこっちの方はだいぶあれだな、枯れてきてるな。うん、ここまで来ると枯れてきてるかも。向こう側行っても綺麗そうだね。あっち側ほら、あそこにさ、人見えない、あの、ま、ちょうど画面の中央ぐらいに。あそこどうやって行くんだろう。この辺結構みずみずしいかも。この辺ちょうど今咲き頃というか見頃かも。入っちゃった。あ、やっぱ綺麗だ。この橋の上も綺麗だ。これやっぱ川とのコントラストかな。落ちんでよ。そこに一応ボートはあるけど、多分乗れる感じはしないね。やっぱここが一番綺麗だね。やっぱこの水面に映るのが、うん、綺麗だな。こんな感じでね、結構車止めるスペースは何台ぐらい止まるかな。多分40台ぐらいは止められそうだから、車で来ても安心だね。
さっきの場所から車で20分ぐらい来た場所にある今多度大社にやってきました。これね、三重県の桑名市にあるらしいんだけど、すごいな。ここね、確かね、1年に1回か何年かに1回ね、この馬がこの階段を確か上からその走り降りるんだよね。多分それを多分この場所から見るんじゃないかな。すごいね、なんか格式あるとこだ。いや、素敵なところだね。え、今の神社ってこんな液晶画面なの？すごい。面白いね、うん、ちょっと手水車で手洗ってくる。なんか自動で出るみたいだよ。あ、出てる。なんか本当に手洗うだけ。これより先ご神域につき犬を連れての参拝、喫煙はご遠慮ください。なるほど。清流で手を清め、心身ともに清らかな気持ちで本殿にお進みくださいって感じ。お伊勢さんとお田戸さんは親子の神様なんだって。
で、あ、やってない、もしかして。醤油マヨ玄米揚げ馬餅って書いてある。あ、や、あ、終わってるわ。でもお米の創業明治4年のこのお米屋さんがやってるお餅屋さんだったの。いや残念、休みか、終わっちゃったわ。もっと早く来ればよかったね。